こんにちは、カオルンです。今日は僕がサイゼリアで6年間アルバイトをしていた話をしていきたいと思います。イエイ。今回ね、バイトの話を動画にしようと思った理由は、やっぱり6年間同じ場所でねバイトをしているっていう人はなかなかいないと思ったので、これからバイトをする人、またはバイト以外でも何かしら役に立つかなと思って動画にしました。あとは自分がね、もっともっと成長して大人になった時にこの動画を見返して、あ、かつてはこういう気持ちだったんだ、こういう理由でバイトしていたんだなっていうのが将来のね自分に役に立つかなと思って、残したいと思って動画にしました。でもね、やっぱり6年間バイトをしているとね、なかなか全て話すことはできないんですけれども、なるべく皆さんに伝わればいいかなと思います。今回は3つの観点からお話をしていきたいと思います。1つ目は技術的な面、2つ目は店員同士の仲いいかとか、そういうお話、3つ目はお客さんのお話です。でもやっぱり技術的な面は企業秘密が入ってきてしまうので、なるべくね話せる範囲で皆さんにたくさんお話ができればいいなと思います。やっぱり大変だなって思ったのが、少ない人数の中で全てのことを回していかなくちゃいけないっていうのがサイゼリアのバイトの特徴でした。でも逆に言うとね、少ない人数っていう仕組みがあるからこそ店員同士密接に関われることがありました。まあこの話はね、ちょっと店員同士の話もなってきちゃうんですが、やっぱりそういうところで一致団結できるっていうところはメリットだったかなと思います。あとはね、料理がとっても複雑だし、同じ材料でなるべくいろんなメニューを作ろうっていう傾向にあるので、あれ、この素材ってどれとどれとどれに使ってたっけっていうのがね、とっても大変でした。でもそういう忙しさもやっぱり自分のね力がついていくと、スキルがどんどん上がって料理がパッパ作れるようになったり、お客さんをどん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 案内できるっていうところが、なんかね、自分の中でアルバイト以外、例えば学校の勉強だったり音楽をしていたりっていうするところで、こういう苦難を乗り越えてきたから頑張れたぞっていうね自信になりました。次に、店員同士の話をしていくと、最初ね、僕6年前に、だから6年前っていうと大学1年生の頃かな、大学1年生にアルバイトを初めて入った時に、僕自身ねアルバイト初めてだったんですよ。アルバイト初めてだったんで、アルバイトがこういうものだっていうのがね、なかなか知らなかったし、え、ぶっちゃけこんなに厳しいのみたいなところがあったんですよ。最初入った時に店長よりも偉い人が結構ね何回も何回もいらっしゃってて、で僕もやっぱりこういう風に YouTube をやって、自分の中でねもう思ってるけど、話しやすいタイプだったのかな、思ったから結構絡まれることがあって、うわー、もうこんなにバイトでもきついのかって、僕社会人になったらどうしよう、やっていけんのかなみたいな感じで結構思ってましたけど、その時にね一回やめようかなって思ったんだけど、自分が上に立って、お店を変えていけたらなと思って、その時に踏みとどまったんですよ。でね、なるべく店員のみんなにね気を使えるようにして、自分に嫌なことを言われても人のためにやってるんだって、お金をもらってるから人のためにやってるんだっていう風にやって、なんとか上にねちょっとずつ上り詰めることができました。でその時にもう一個コツとしては、仕事の時になるべく気を使うだけじゃなく、自分もせっかくねバイトに入ったんだからみんなと仲良くしたかったので、仕事以外でね、例えばカラオケに行ったり遊びに行ったり、あとはご飯を食べに行ったり飲みに行ったりっていうところをしてね、本当のねみんなの と友達になれば、こんな忙しくて厳しい状況でも一致団結して乗り越えられるって思いました。それで6年中3年経った頃かな、やっとサイゼリアのアルバイトのランクの中で一番上になることができて、お店を任されるようになりました。最初にお店を任されることは、なんだ自分が仕事を振って楽したいだけじゃないかみたいな感じで思ったんだけど、違くて、自分がそういうふうにね思ってはいけないんだよ。人のために人のためにってやるところが素敵な大人になれると思ったから、店長を休ませてあげたいと思ったし、あとはね、自分が逆に若くてみんなと年齢が近いっていうところがあったから、自分がこういうふうに上に立ってお店をまとめることができるのであれば、みんなも喜んでくれるんじゃないかっていうところが自分のやりがいになりました。で、自分だけの力じゃなかったし、みんなが一生懸命お店のために働いてくれたから、僕も一生懸命みんなを引っ張っていくことができたので、本当に本当にみんなには感謝しています。
そしてね、自分がこういう風にお店を経営できたっていうところは、これからの将来とっても自信になっていく出来事でありました。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきっていうのは嘘でね。はい、あとはね、お客さんの話。サイゼリアはやっぱりとにかく安くてね、美味しいんだよ。めっちゃ美味しいから、やっぱりね、とにかく客層が広いんですよ。電車の仕事とかしてる人、鉄道の仕事をしてる人はもっともっと客層が広いんだけど、やっぱりファミリーレストラン、サイゼリアさんも結構客層が広いなと思います。それね、いろんなお客さんがいました。例えばちょっとヤンキーでね、禁煙席なのに喫煙してしまっている人がいて、僕は注意したら喧嘩になってしまったこともあったし、あとはサングラスかけてて、あと後ろにマントをしてる、なんかすごい不審者だなーっていう人が入ってきて、いきなりドリンクバーの方行ったんですよ。でドリンクバーの中に、ラック、ドリンクバーにラックっていうグラスがいっぱい入ってるものがあるんですけれども、そのラックの中に入ってるグラスをね、全部口を上向きにして入れられるようにして、一個一個お水を入れて、一体何個持ってるんだって感じなんだけど、それをね、ラックごとテーブルの上に運んでって置いて、いきなり帰るみたいな。でその人アタッシュケース持ってたんですけど、アタッシュケース開いて、お金ないんだけどみたいな感じで、店員の僕たちにレジの前で行ってきて、いや知らないっすよみたいな感じでなったんですけど、ちょっと今警察言うんで待っててくださいねって言って、で警察に電話してる間なんか逃げてくっていうお客さんもいたし、あとは年配のおばあさんの方は、ちょっと帽子の紐が切れちゃってこれつけてほしいのよみたいな感じで、つけてって喜んでくれる人もいたしね。あとはとにかくね、これレストランあるあるなんだけど、例えばピンポーンって一回押したのに何回も何回も押してしまう人とか、あとはピンポーンって押して呼んだにもかかわらずそっからメニューを考えてる人とか、うわ忙しいのに今考えないでよみたいな感じのもあったけど、お客さんは楽しみで来てくれてるから、そういうところも受け入れてあげないといけないなっていうふうに、自分が、少しずつ成長していくのも実感できました。で今ね、3つの観点からお話をさせていただきましたけれども、とにかく今6年間やってきて思う気持ちはめちゃくちゃ寂しいです。サイゼリヤさんにアルバイトとして入った時にいたね、仲間たちは今もうほとんどいません。でもあの時仲良くしてくれたから、今も関わってくれる人がたくさんいるし、こうやってね、メンツが変わってもあの時仲良くできたっていう自信があるから、今僕が年上になって24歳になっても、高校生の方も一緒に懐いてくれて一緒に遊んでくれたりするっていうのはね、とっても嬉しいなと思います。簡単になってしまったけど、やっぱり6年間アルバイトをしてきた経験はこれからの人生でとっても役に立つなと思いました。レストランで働こうと思っている方、忙しいバイトをしているなって思っている人、たくさん悩みはあると思うんですけれども、自分がみんなを変えていこうっていう意識を常に持つことによって、必ずね、道は切り開いていけると思います。僕はね、もう学生も終わってバイトも辞めてしまって社会人になってしまうけど、これからもね、今までの経験を生かして頑張っていきたいと思いますので、みんな応援よろしくね。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。バイン。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者100人という目標を目指して頑張っていますので、ぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、そちらもフォローしてくださいね。それでは次の動画も頑張ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあね。